16日から放送開始となるドラマ「ディア・シスター」に出演する森環奈さんの仕草や表情が可愛いとネット上で話題を集めている。ネットユーザーたちが注目したのは13日に放送されたクイズバラエティ「ネプリーグスペシャル」に登場した森。前述したドラマの宣伝でキャスト一同と共にクイズに挑戦した彼女が見せた頭を抱える仕草や舌をペロリと出す表情が可愛すぎると絶賛されている。トレードマークともいえる黒髪のロングヘアをなびかせる姿や目鼻立ちのはっきりしたルックスからはクールビューティーといった印象が強い森環奈さん。しかしその内面はさっぱりした性格のサバサバ系女子のよう。確かに悔しそうにクイズに悩む表情は負けず嫌いを絵に描いたようでもあり、素直で率直な性格の持ち主であることがうかがえる。そんな森環奈は恋愛観も非常にサバサバしているようで、かつて交際報道のあったお笑い芸人環奈の金田との破局の理由は彼がつまらなかったからと言われている。これだけさっぱりした性格の森であれば芸人の彼氏に対してもつまらないと見下り反応を突きつける可能性はあるだろう。